25セント効果の表面50周25セント効果はアメリカ合衆国造兵局が発行する特殊効果プログラム50周25セント効果プログラムザ5 0ステートクォーターズプログラムで発行された25セント効果であるステートクォーターズの愛称で知られるただしこれらは通常の記念効果とは異なり流通を目的として大量に鋳造発行されているため オリンピックやワールドカップの記念硬貨のような希少価値はない。1999年から2008年にかけて50州それぞれの特徴が理面に描かれた25セント硬貨が発行された。このプログラムに類似したものとしてアメリカ合衆国大統領とアメリカ合衆国のファーストレディの肖像が 表面に描かれた1ドル硬貨を2007年から2016年まで発行する大統領1ドル硬貨プログラムや各州の国立公園がデザインされた2010年からのアメリカザ・ビューティフル25セント硬貨が存在する。このプログラムの期間中1年に5回新たな硬貨が発行されていき10年間で全ての州の硬貨を発行する。それぞれの図柄は その州独特の歴史、伝統、シンボルになっており、通常、その州の住民がデザインしたものを州政府が選び、そしてその州の図柄を決定する。硬貨は合衆国に加入した、時期の早い州から順番に発行されていく。硬貨の表面の図柄は、それ以前の25セント硬貨のものとほぼ同じである。このプログラムを規定した百九十七法令では、 2009年までに新たな州が合衆国に加盟した場合に新たな25セント効果を発行すると規定されていたが加盟した州はなかった。このプログラムはアメリカの記念効果の中でも最も有名なものとして知られるようになった。アメリカ合衆国造幣局によるとコレクターの数は1億人以上に上るとされる。このプログラムの対象地域を50州だけに限定せず、 ワシントン DC、プエルトリコ、北マリアナ諸島、さらには、グアム、アメリカ領、バージン諸島、アメリカ領サモアなどの地域の効果も発行するように、というような内容の法案が5回にわたって、アメリカが州国議会に持ちかけられた。この法案は、第106期、107期、108期、109期、110期、米国議会で下院議会を通過したが、これが、 上院議会を通過することはなかった。しかし2009年になってこの法案は成立したことから、米国五十州に引き続き発行された。ただし、五十州効果とは、独立したプログラムであるとされている。いずれも、流通用の白銅貨とは別に、収集家向け販売用のプルーフ銀貨も発行されている。五十州効果と2009年の法律で発行が、 決定したその他の領域の6つの効果を発行順に示す。上の画像はアメリカ合衆国造兵局のもの。ありがとうございます。